この絵はオイルパステルという画材を使用して描いています。非常に伸びがいいのが特徴で、このように指で伸ばしながら質感を整えて表現の幅を楽しむことができます。伸ばし終えたのがこんな感じで、さらに色を足したり指で伸ばしたりしながら質感を整えていきます。今日描いていくのはとある花の絵になります。まずはざっくりした葉っぱの形を描いて、そこから色を足したり影を足したり形を整えていきます。葉っぱが描き終わったら、次に花に当たる部分、まずは茎に当たる部分を描いていきます。茎が描けたら次に花に当たる部分を描いていきます。お気づきの通り、今回はスズランの絵になります。花を描き終えたら、周りに光を足して花が強調されるよう表現していきます。もう少しで完成します。ご視聴ありがとうございました。